清水トンネル。清水トンネルは、上越線の群馬県と新潟県の間にあるトンネル。名称は、付近にある、清水峠にちなむ。在来線である、上越線は、おのの単線の清水トンネル、新清水トンネルの2本があり、上越新幹線用の複線の大清水トンネルと、合わせて、合計3本が並行ている。本校では主に、清水トンネルについて記載し、 新清水トンネルと大清水トンネル及び清水トンネル内に存在した手月倉信号場についても記述する。清水トンネルができる前の関東地区と新潟を結ぶ鉄道は高崎から薄い峠を越えて長野、直越経由となっていた。よってこれが新潟県越後へ行くメインルートで新越本線と呼ばれていた。途中に所の峠もあり、 関東と新潟の往来は非常に不便であった。1914年には万越西線が全通し、東北本線と同線を使用して向かうこともできるようになったが、いずれにしろ遠回りであることに変わりはなかった。群馬県の水上から新潟県の越後中里まで、その間にそびえる谷川武氏の中原を貫いて、七つの単線トンネルが掘削された。 谷川武氏の山体は、戦力岩と呼ばれる、硬い岩ではあったが、総体としての工事自体は、丹那トンネルのような悪戦苦闘の難工事ではなかった。群馬側、新潟側の両方に、ループ線を設置して、高度を稼ぎ、土合駅と土たる駅間の本トンネル、清水トンネルの長さを切るだけ短縮した。新潟と上野の間が、路線距離にして9 8トル短縮された上、 薄い峠の難所を通らずに済む効果で到着時間の短縮幅は約4時間に達した。その結果、新潟地区と首都圏の交通事情が飛躍的に改善された。なお、上越線の清水トンネルを挟む水上駅石田駅間は1931年の開業当時から直流電化され電気機関車が使用されていた。これは、 蒸気機関車を使用して長大な清水トンネルを越えることは、機関士、機関助子が、売炎によって窒息する事故を起こす危険性があるために不可能だったからである。なお機動車による列車に関しては、上越線の全線電化が早かったこともあって、数は少なかった。戦後になって、非電化の上越本線、只見線に直通する列車、特急、稲穂、急行、鳥海、 奥多摩を中心に、いくつか生まれている。また、この県境の長大なトンネルは、様々な点から注目を集めた。開通後、川端康成が、越後湯沢、湯沢町を訪れるようになり、その経験をもとに1935年から、執筆されたのが有名な、雪国であ。小説冒頭の、国境の長いトンネルが、完成したばかりの清水トンネルであったとされる。 一方、戦前の国定教科書である第四期、小学国語特本、通称、桜特本。全12巻、1933年から、使用開始の第8巻末には、清水トンネルとして、3月に関東平野を走る汽車が、清水トンネルを抜けて、越後へ向かう様子が描かれている。作家の宮脇俊造はこの国定教科書で国語を習ったため、 1937年に小学4年の3学期の授業で清水トンネルを見て道トンネルの虜になったという。当人は同年夏に母と嫁ぎ先が新潟に転勤となった姉のもとへ行くため急行列車で清水トンネルを通った時の様子を時刻表昭和詩で綴っている。群馬の郷土カルタ、高下カルタに ループで、名高い清水トンネルと読まれたのもこうした知名度を反映していると言えよう。また、トンネルの上にそびえる谷川氏は、この線の開通により首都圏から手軽に行ける本格的山岳として大人気となったが、冬の雪の多さと岸壁の厳しさは多くの遭難者を出し、魔の山と呼ばれるようになった。開通当時は、日本最長の鉄道トンネルで、 1962年6月10日に北陸トンネルが開通するまで30年以上、その地位を保った。2009年2月6日に経済産業省より近代化産業遺産群属33、鉄道をトンネルの一つとして、笹子トンネルや柳瀬トンネルなどと共に近代化産業遺産に認定されている。第二次世界大戦時の輸送量増強のため、 上越線を含む単線の主要幹線では、駅間距離が長い区間を中心に多くの信号場が設置された。清水トンネルの中間部は、完成時より列車交換が可能なよう伏線断面とされていたため、1943年、昭和18年に、茂倉信号場が設置された。信号場の名称は、直上にそびえる谷川連峰の茂倉だけにちなんで名付けられたものである。 公述の新清水トンネル完成後は、上り専用の追い抜き設備として用いられ、1984年、昭和59年11月1日に廃止された。現在も設備は温存されており、冬になると除雪のための保線車両が留置されることがある。なお新清水トンネルの中間地点にも、列車交換設備を設置するための空間が存在するが、 線路は敷設されておらず、清水トンネル内の茂倉信号場ともつながってはいない。戦後の経済成長で、新潟への交通量が増え、これに対応するため上越線の複線化が実施された。新清水トンネルは、群馬側のループトンネル下の荒井ゆ信号場、現在のゆひ駅から掘作され、途中ドア駅を通り、清水トンネルと、ほぼ同じく、 土樽駅手前で地上に出るルートが取られた。指曽駅、下りホームは、群馬側から新清水トンネルに入って、すぐのところにある。また、ドア駅、下りホームは新清水トンネル中に設けられ、462段の階段、長さ338メートル、143メートルの連絡通路、さらに24段の階段で、駅舎、地上へ連絡する構造になっている。 岩羽と呼ばれる岩盤の剥離現象に悩まされて、工事は難航し、余秘曽駅付近掘作中には温泉輸出に遭遇した。その結果、戦脈の水圧低下に伴い周辺温泉街から苦情が出たため、コンクリートで輸出部を塞いだ。難航時ではあったが、技術の進歩もあり清水トンネルの約半分の工期で完成した。新清水トンネルの完成により、 清水トンネルは上り、東京方面専用。新清水トンネルが下り、新潟方面専用となった。新清水トンネルに次ぐ3本目のトンネルとして、掘削されたトンネルで、上越新幹線の高下高原駅と越後湯沢駅の間にある、1979年1月25日に貫通した。 全長22,221メートルは、当時世界最長だったスイス連邦鉄道、SBB、スイス国鉄の新プロントンネル、19823メートル、および19803メートルを抜いて、世界一、1983年1月の、青函トンネル貫通まで、山岳用としては2000年9月の東北新幹線、岩手一個トンネル貫通までとなった。なお 本トンネルは、高下高原側で、第二湯原トンネル、703メートル、第一湯原トンネル、786メートル、月夜のトンネル、7295メートルとシェルターを挟んで一体化しているため、トンネル上構造物としてはおよそ31キロメートルが連続しており、高下高原越後湯沢間の駅付近を除いたほぼ全体を占めている。 やはり、岩羽現象が多発して作業員の負傷や、作業機械の損傷が続出した上、工事中には、水温の非常に低い湧水に悩まされた。また、トンネルの掘作により、越後湯沢温泉、水上温泉の戦略に影響を与えて、源泉枯渇や湯量減少を招いたため、後に保償として、源泉集中管理システムや新規源泉の開発が、 両温泉地に対して行われた。貫通を目前に控えた1979年3月20日午後9時40分頃、群馬県側から 7.3km ほど入った歩道の沢港区付近で、掘作機を解体中に火災が発生し、16名の死者を出した。大清水トンネルの途中から、新潟側に越後湯沢駅を挟んだ。 塩沢トンネルにかけ、長い下り坂を利用した営業最高速度時速 275km 運転が一部の新潟駅列車にのみ実施されていた時期がある。これは山陽新幹線で営業最高速度時速 300km 運転が実現するまで定期列車の営業運転速度としては日本最高であった。常日のようにトンネル区作中には憂水に、 悩まされたが、その水が非常に美味であったことから、湧水は後にミネラルウォーターや清涼飲料水などに利用されて販売された。なお、トンネルの名称は、大、清水トンネルであるが、飲料水ブランドとしての名称は、名水、大清水である。名水、大清水ブランドの製品は1984年より販売され、発売元は国鉄から JR 東日本を経て、 JR 東日本高崎支社の関連会社である JR 高崎商事へと変わったが JR 東日本の飲料事業を一本化する株式会社 JR 東日本ウォータービジネス設立に伴い2006年に一旦終売して同社に完全移管され翌2007年にフロムワックは谷川連邦の天然水に称し販売再開 主に JR 東日本の駅構内の自動販売機、売店などで販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。